TI-99-4A TI-99-4A ti はテキサスインスツルメンツが1981年1月にリリースした初期のホームコンピュータである。リリース当初の価格は 525US ドルであった。TI-99-4A は1979年に1150ドルでリリースされた TI-99-4 の拡張版。 TI-99-4 は電卓型のチクレットキーボードで小文字が使えなかったが TI-99-4A ではグラフィックモードとフルキーボードが追加され小文字も使える TI-99-4A は CPU とマザーボードカートリッジスロットキーボードが一体になった形状である電源回路基板はカートリッジスロットの下のスロープになった部分に 格納されている。そのためその部分が厚くなるので、ユーザーは、コーヒーカップウォーマーなどと呼んだ。アメリカ以外で、電源電圧が異なる場合は、AC アダプタが付属したが、それは単なる変圧器だった。周辺機器としては、5.25インチ FDD にシリアルポートと1パラレルポートのある RS、RS-232 カード、パスカル用 P、コードカード、 サーマルプリンター、音響カプラ、データレコーダ、32KB メモリ拡張カードなどがある。RF アダプタが FCC の認可を受けられなかったので TI-99、4話当初モニター、ゼニス製13インチテレビを改造したものを同梱していた。1 9八十年代初め TI は音声合成の先駆者として知られており t i 十九 4にも、音声合成モジュールが接続可能だった。多数のカートリッジを購入すると、音声合成モジュールが無料で付いてるプロモーションが行われ、TI 自身がそれを使って喋るゲームを多数発売した。線形予測符号の一種を音声合成に使っており、語彙も若干組み込まれている。当初、音声合成モジュールに小さなカートリッジを刺すと語彙が増えるという方式を、 考えていたが、ターミナルエミュレータ2というロムカートリッジでソフトウェアによる音声合成、テキスト読み上げがうまくいったため、計画は中止された。多くの音声合成モジュールは、ゴイカートリッジを刺すための穴が開いた状態で出荷されたが、中にコネクタが設置されていないことが多い。音声合成モジュールの発する声は、比較的リアルで、例えば、 アルピナーというゲームでは男性と女性の声を使っているが、プレイヤーが間違った動きをすると皮肉なニュアンスのこもった音声を発した。TI-99-4A は当初、本体と周辺機器を一列に呪術なぎ、デイジーチェーンのように拡張していくというコンセプトだった。しかし、こうすると机の幅で接続できる周辺機器が限られると問題があった。 まもなく、拡張カードを使った拡張法に転換。5.25インチ FDD と電源回路を備えた、p e と呼ばれる拡張ボックスが用意された。拡張カード用スロットを発個装備している。各カードには LED が付いていて、ソフトウェアがそのカードを使った時に点滅する。初期の S-100 バスと同様、拡張カード側にレギュレーターを搭載して必要な、 電源電圧を作らなければならない。さらに拡張バスにはアナログ音声信号を流す線がある。これを使って音声合成モジュールの合成した音声を本体経由でモニターに渡すことができる。音声信号はケーブル経由で p e にも渡せるので音声合成モジュールを p e に接続したり本体のサウンド機能以上の機能を提供するサウンドカードを提供する。 可能性も考慮していた。TI-99-4 には電卓機能が組み込まれていたが TI-99-4A では省かれている。どちらも暗視のベーシック規格に準拠した TI-BASIC というベーシックプログラミング言語のインタプリタが搭載されていい。一般的なマイクロソフトベーシックとはかなりの部分で非互換である。後期のモデルではタイトル画面に 2.2と表示され、当たりのようなサードパーティーのライセンスを得ていないロム、カーリッジが使えないようになっている。専用ポートで2台のデータレコーダーを接続し、セーブとロードが可能である。またジョイスティック用ポートもあり、2個のデジタルジョイスティックを接続できる。ジョイスティックポートは1つ、9ピンで、そこに2個のジョイスティックを接続するようになっており、DI 製のものしか使えない。 サードパーティーから当たり互換ジョイスティックを2個接続できるアダプタが発売された。NTSC の場合、コンポジット映像信号と音響信号が別々のポートから出力され、外部の RF アダプタでそれらを混合してテレビに送るようになっている。パルの場合はやや複雑な部信号を出力し、それを RF アダプタで変調している。TI-99 4シリーズは初の16ビットパーソナルコンピュータである。TI-99、4A の CPU は16ビットの TOMS 9900で 3.0MHz で動作する。TOMS 9900は TI のミニコンピュータに基づいた設計である。命令セットは豊富で、個々の命令は高機能でサイズも様々でアドレッシングモードも豊富である。9900には IBM システム372も見られたエクセクット命令があり、命令のオペランドで指定されるアドレスにある命令を実行できる。基本的にはシスクだが、リスクを思わせる特徴としてワークスペースの概念がある。チップ上にはプログラムカウンタステータスレジスタ、ワークスペースポインタの3つのレジスタしかなく、すべての他のレジスタはワークスペースポインタが指すラム上に置かれている。 ワークスペースには16本のレジスタがあり、コンテキストスイッチ時にはワークスペースポインタを書き換えるだけで良い。TI-99-4 が CPU ラムとして持つのはたった256バイトのスクラッチパッドメモリであり、これがワークスペースとして使われる。16ビットバスに直接接続されていて、ウェイトなしでアクセスでき、システム内の他のメモリより高速である。 CPU は1 6ビットだが、1 6ビットバス上に直接接続されているのはシステムロムとスクラッチパートラムだけである。他のメモリと周辺機器は1 6イナス8ビットのマルチプレクサを介し、CPU に接続するので、あらゆるアクセスに2サイクルかかり、さらに追加の4サイクルのウェイト状態が必要になっている。システムロムに キディバック方式で SRM を追加することでメモリを拡張するという改造がよく行われた。これにより多くのアプリケーションで30%ほど性能が向上したという。当時の多くのマシンと同様 TI-99 シリーズも VDP、ビデオディスプレイプロセッサに画面表示を任せていた。TI-99、4の VDP は トムス9918である。これにはビットマップモードがなく TI-99-4A で追加された。アメリカ合衆国内の TI-99-4A の VDP はトムス 9918A であり MSX でも使われた。欧州向けのパル仕様のマシンではトムス 9929A が使われている。これら VDP のユニークな機能として 他のビデオ信号上にグラフィックスをスーパーインポーズする機能をハードウェアでサポートしていた。VDP システムへのアクセスは常に8ビット単位である。このため性能が制限される反面、VDP のアップグレードも容易になった。ヤマハがトムス9918と上位互換の V9938 をリリースしており、 これを利用して80桁表示を行う拡張カードがメキトラーニックスなどからリリースされている。これを使うと512-424ピクセルで16色か256-424ピクセルで256色のグラフィック表示が可能となる。このカードは VDP ラムを 16K バイトから最大 192K バイトに拡張するが V9938 向けに書かれたソフトウェアで、ないとその利点を活かせない。TI-99-4 シリーズの独特なアーキテクチャは、このマシン向けに開発されていた8ビットプロセッサ9985の失敗に起因するとされている。9985開発が中止された時、16ビットの9900を代替として採用したため、 既存のシステム設計に9900に適合させるのに苦労し、9900の良さを活かすような変更がなされなかった。TI-99 シリーズのマシンは、初期の TI-99-4 からリリースされなかった TI-99-2 や TI-99-8 まで全周辺機器のプラグプレイをサポートしていた。デバイスドライバー、 デバイスサービスルーティンズ、DSR と故障は各機器のロムに組み込まれており、新たなカードを挿入すると即座に使えるようになる。あらゆるデバイスはファイル型の I、O 機構を採用しており、それを使う側のソフトウェアを更新しなくとも新たな周辺機器を使うことが可能である。クルーは4096のデバイスを扱えるが、 DI 製の拡張カードはそれぞれクルーバス上の固定アドレスを使っており、同じ種類のカードを同一システム内で使うに何らかのサイクを必要とした。サイクなしで複数枚使えるカードとしては RS-232 カードがあり、2つのベースアドレスを切り替えることができた。このため RS-232 ポートを4つ、パラレルプリンターポートを2つ持つことができた。 インターフェースは1982年に設計され、1983年後半に一般にリリースされる予定だった。これは周辺機器を高速シリアルリンクで接続するものである。後の USB にも似ているが、実際にリリースされることはなく、一部のコレクターが TI が撤退した後でプロトタイプ品を入手しただけである。 ヘックスバス仕様の周辺機器がいくつか計画され、生産されている。ウェイファーテイプ装置は、テープの信頼性問題があるためプロトタイプの域を脱していなかった。両面枚密5.25インチ FDD はちゃんと動作していたが、やはりプロトタイプ止まりだった。ヘックスバスはというバッテリー駆動の、携帯型コンピュータにも採用されており、CC-40 向けに、 ヘックスバス対応の周辺機器がいくつか出荷された。TI 製ミニコンピュータを起源とするトムス9900シリーズのアーキテクチャではワークスペースと呼ばれるレジスタ群がメインメモリ上に置かれる。1980年代初め頃には SRM も高価だったので TI-99-4A はワークスペース用にたった256バイトの スクラッチパッドラムしか装備しなかった。本来は CPU 内部に256バイトのラムを実装することを意図していたが、9900はレジスタとして外部メモリを必要とする形になった。いずれにしてもスクラッチパッドラムがなければ性能は大幅に低下していた。一部のソフトウェアは小さいループをスクラッチパッドラムにコピーし高速化を図っている。 マシンはシステムラムとして256バイトしかアクセスできないため TI の技術者は TI-99-4A のグラフィックコプロセッサトムス 9918A にベッド記憶領域として 16K バイトのベッドプラムを持たせた VDP ラムは D ラムであり VDP がリフレッシュを行う VDP ラムは一時的にユーザーが作成した ベーシックプログラムのコードとデータを格納するのにも用いられた。ベーシックは TI-99 シリーズではインタプリタ言語グラフィックスプログラミングラングウィッジを使って実装されている。GPL インタプリタはロム内にあり、電源が入るとまず GPL インタプリタに制御が渡る。GPL は TI-990 シリーズミニコンピュータの機械語によく似たコードであり、 TI-99-4A のアーキテクチャに合わせていろいろなタイプのメモリに統合的にアクセスする機能やメモリコピーやディスプレイのフォーマットなどの機能を持っていた。ベーシックプログラムを書くとそのコードとデータは VDP ラム上の空き領域に置かれ実行時には GPL インタプリタがそれにアクセスして解釈する。したがって TI ベーシックでは VDP ラムをフルに使用する表示モードを使えない。 拡張メモリを追加した場合、VDP-RAM の代わりに、そちらを使用する拡張ベーシックにアップグレーする必要があった。同じ VDP-TOMS 9918が MSX やコレコビジョンのマシンでも使われていた。V9938 や V9958 は、TOMS 9918の機能や仕様を包含する形でヤマハが設計。 製造している。TI-99-4A の基板は VDP を置き換えることを考慮した設計になっており、それによってグラフィック能力を向上させることができる。V9938 では512-424ピクセルで16色表示、または256-256ピクセルで256色表示が可能。 単にチップを置き換えればアップグレード可能というわけではなく VDP と通常 128KB の VDP ラムを搭載したドーターボードを必要とする。これらの VDP はソフトウェア的にはほぼ交換だがロム内のバグが非互換を発生させているという問題がある。例えばメキトラーニック製の80桁表示カードは V9938 を使っており TI ベーシックに入る際にあるボタンを押す必要があった。こういった80桁、表示カードは広く使われていた。グラフィックスリード、オンリーメモリーは、もう一つのメモリで、専用メモリポート経由で1バイトずつアクセスされ、自動的にアドレスを一つずつずらして読むデバイスと、みなされる。TI 製カートリッジの多く、ディスクマネージャーに、エディター、アセンブラー、TI ライター、 多くのゲームが本体内蔵の TI-BASIC と同様にこのシステムを利用している。本体内の TI-BASIC の GRAM を好きな ROM カートリッジの GRAM と入れ替えると、そのカートリッジのソフトウェアをブルト時のメニューから直接選択できる。BASIC のプログラムは VDP-RAM や GRAM に置けるが、機械後のプログラムは CPU が直接アドレス指定できる空間に置く必要がある。 このため、機械5プログラムを作るなら、ラムを拡張する必要があった。3 2 k バイトの拡張ラムカードと4 k バイトのミニメモリモジュールの価格が下がったことでこの制限は緩和された。その頃には、市場は他のコンピュータが主導するようになっていた。一部の洗練された、カートリッジ、ゲームのパウセクやアルピナー、TI ロゴ、TI 拡張ベーシックには、 グラムではなくアドレス指定可能なロムが搭載されており、機械語コードを使って高速化していた。一般にカートリッジ内のグラム用 IC は14ピンで、アドレス指定可能ロムの IC は28ピンだった。一部カートリッジは小容量のラムも搭載していた。このようなメモリの制限を解決する技法として、本体脇の周辺機器をデイジーチェーン接続するポートに接続する形の ROM。 カートリッジを作った企業もある。バスは16ビットから8ビットに変換されているために、性能が抑えられていること、ベーシックが2段階のインタプリタになっていることから、TI-99 シリーズは極めて癖のある、マシンという噂がち、一部に熱狂的なファンを生んだ。TI- ベーシックしか使ったことのない人にはその、性能が低いことは感じられていたが、 アセンブリ言語のプログラムは高速で動作した。当初 TI-99-4A は成功し、一時はホームコンピュータ市場の35%のシェアを獲得した。しかし、コモドールとの価格競争が始まり、対抗するために価格を下げることを余儀なくされた。1982年8月、TI は100ドルのキャッシュバックキャンペーンを展開し、ビルコスビーは コンピュータを売るのは簡単さ。買う人に100ドルずつ配ればいいと揶揄した。TI-99、4A はビッグ -20 に比べて製造コストが高いにも、かかわらず同じ値段で競争することを余儀なくされた。TI もコモドールも自前の IC 工場を持っていたが、コモドールがカスタム IC を作ってコスト削減に努めたのに対し、 T.I. は市販品を使い続け、マザーボードにもほとんど変更を加えなかった。またコモドールはボール紙をアルミホイルで覆ったものを電磁波シールドに使ってコスト削減していた。T.I. はそのような動きに追随しようとせず、高品質の部品を使い続け、市場がその違いを理解してくれることを期待した。1983年2月。 T.I. は価格を150ドルに下げ、赤字覚悟でマシーンを売り続けた。そして1983年6月、T.I. は新たに設計した廉価版、外観がベージュ色を、やはり赤字覚悟で99ドルで販売した。T.I. は1983年、第2四半期に1億ドルの損失を計上し、第3四半期に3.3億ドルの損失を計上した。 1983年10月 TI はホームコンピュータ市場から撤退することを発表した。1984年3月に出荷停止となるまでに TI-99-4A は累計280万台出荷された。TI-99-4A はコモドールのビッグ -20 に比べてメモリも多くグラフィックも進んでいたしある意味では コモドール64に比較しても遜色なかった。しかし、その設計には批判が多かった。例えば、豪華で重い周辺拡張ボックスを買わない限り、すべての周辺装置は本体の右側に、呪つなぎに接続されるため、テープ装置やプリンタなど色々な周辺機器を揃えると、机の上に置けなくなってしまった。また、 48キーのキーボード配列も一般的なものではなかった。80桁表示のオプションも当時は存在しなかった。これらキーボードとディスプレイの制限により、ワードプロセッサとしてもほとんど使われなかった。しかし、99.4A の最も大きな問題点はソフトウェアライブラリーの制限だった。TI はソフトウェアとハードウェアの製品化に制限を加えたため、 ソフトウェアは300タイトルに止まり、少数のヒットタイトルは当時他のマシンでも動作していた。エディター、アセンブラーでアセンブリ言語開発スイートが1981年にリリースされるまで、技術文書も全く公開されず、詳細な仕様が公開されたのは TI が市場から撤退した後のことだった。これとは対照的にビッグマイナス20向けのハードウェア及び、 ソフトウェア開発は完全のオープンだ。コモドールはマニュアルにシステムの回路略図を掲載し、一連のプログラマ向け書籍を出版し、誰でも周辺機器やソフトウェアを開発できる環境を整えた。ビッグマイナス -20 では700タイトル以上のソフトウェアがリリースされている。TI-99-4A は市場からなくなった後も熱狂的信者に支えられてきた。 2004年にも、ペ e 向けに USB カードと IDE ハードディスク用 ATA コントローラがリリースされている。また、シカゴ TI フェアが毎年開催されている。また、エミュレータもいくつか存在する。TI-99-4A と関係の深い携帯型コンピュータが1983年3月にリリースされている。バッテリ駆動で液晶ディスプレイを備え、 別バージョンの TI ベーシックが動作する。またヘックスバスを採用しており、周辺機器を TI-99-4A に流用可能だった。市場撤退した頃、TI は TI-99-4A の後継機種を2つ開発中だった。どちらも生産されなかったが、いくつかのプロトタイプがコレクターの手に渡っている。 トムス9900の後継であるトムス9995を CPU に採用しているため高速化されていて、ヘックスバスを採用している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。